今年の日ハムはすごい補強したな。新庄の宝物たちはいくら球場に金落としたんだ。すげえ補強したな。今年の総年俸計算した。32億3560万円、去年が22億9220万円。これで平均くらいなんじゃないの？他球団の最近の総年俸知らないけど。最下位のチームでこれだから強くなってきたら年俸上がるのも想定してるだろうし、総年俸40億くらいまでやれるようになるかもな。赤味噌がまとめてくれた。争奪戦に勝ててるのは嬉しいな。山崎幸也、スンイレイ、レイエス、バーヘイゲン獲得。30本以上打ってくれ清宮、もはやあとはお前にかかってると言っても過言でない。あとは守備本当に頑張ってくれ。新庄最後の年、球団も借金覚悟の大失血補強だな。全員の本気が伝わってくる。先発投手陣はもうガチガチだ。12球団トップクラスと言っていい。打てば必ず勝てる。負けたら野手のせい。外国人出れない人も出るのに1億とか払って大丈夫？ノンテンダーのコストカットしか考えてない球団がいきなり金満球団になってて草。これだけ入れ替わりが多いとまとめ欲しいな。黒田と吉田から始まって翌日幸也獲得だよな。二遊間とキャッチャーがどれだけやるかやわな。中日や西武があの先発陣揃えて負けてるし、今年のハムもそんなに変わらん。山崎を獲得したから頑張っているように見えるが外国人補強の総額は例年通りやな。何回言っていいか迷ったんですが今年優勝じゃね。